実況、この守備です。周平、よえー、この動きやべー。ここはバッターのタイミングを変えた。高橋平、すぐさま起き上がって一塁へ。周平の守備、6回から守備交代で起用された周平が完璧な守備を披露した。三遊間を抜ける打球を見事に周平がさばいた。これについては実況の人も素晴らしい動きだと絶賛していた。解説の秀友氏もよく起き上がって送球しましたねと周平に称賛の言葉を送っていた。だから周平を使いたいんだよな。さすがの守備力だよな。やっぱり高橋周平だ。ここでファースト石川に周平をサードへと布陣させた方がいいよね。マジで完璧やな。立浪さんにこのスタメンを教えてあげたい。このプレーに魅了されるから押したいんだよね。周平の安定感ある守備力には惚れさせられる。あの守備を見たら使いたくなるよ。これで打撃もあったら最高だよな。素晴らしい守備力を見せてくれる周平に感謝。これがあるから周平を使いたいって思えるんだよな。今後も引き続きこのプレーを頼む。守備の方は何とかします。記事を見て思ったことはコメント欄へ、高評価もぜひよろしくお願いします。